はい、皆さんこんばんは、山亮と申します。さあ今日はね、何をやっていこうかというとですね、なんと内々連盟のシリーズ活動でございますよということでございまして、まあね、あのうちのね、常連さんのね、皆さんならね、ね、お気づきだと思います。あ、なんかあいつなんかね、変なこと言い始めとったなとね、お思いだったと思いますし、まあ何人からはね、あのご批判もいただいておりましたね。お前140人しかね、もういねえね、チャンネルがね、何を言ってんだとね、偉そうなこと言ってね、ね、そんなんやってどうするんやとね、実はあの結構、周りからはね、批判もあったこのコーナーでございますけど、まあ一応チャンネルね、動画はね、残してやっとったわけですけどね、なんと参加したいよという方が現れたんですね。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ご依頼をね、いただきましたということなので、これね、案件第1号でございます。ナイナイ連盟第1号参加者。紹介をね、していって、で、今からね、その調査をね、やっていこうと思いますよということで、品質検査書を作りながらね、チャンネルの紹介とかはね、いろいろと、まあ、紹介というか、私もね、ちょっとチェックをしながらやっていくような形になると思いますよということですね。で、早速ね、ちょっとチャンネルの方をね、見させていただこうと思います。名前がですね、住川まみちさんという方でね、もうこういうふうにチャンネルも持たれている方でございまして、もうね、実はね、活動はね、私より長いですね。4年ぐらい以上前から、活動をされているらしいです。2016年とかってなってたかな、一番最初の投稿が。ということなんでね、かなり実は長いこと、されているんですね。私は YouTube は2019年の2月からですからね。そう、まあそれまでにニコ動でね、2008年とか2009年から一応投稿をやってましたけど、まあ本当に取って出しのね、感じのやつでございましたからね。まあそれね、あんまりいるわけないもうね、YouTube 的な大先輩でございますということでございます。で、見ていこうと思います。で、実際にね、今回も品質検査証のリストね、これ入れながらね、まあざっくりうちのね、シリーズのチャンネルと比較もしながらね、見てたらいいんじゃないかなと思いますよということでございますね。で、私最初パッとね、DM いただいた時に角川さんなんかだと、思わず思ってしまったんですけど、住川さんということですね。はい、ということですね。ではね、早速、住川さんのね、チャンネル見ていこうと思います。で、順番に行っていきましょうね。まず登録者数は、121人ってこと。今、あ、そうか、これね、上131ってなってますけど、うちもね、今増えて144人までね、増えましたんでね、ありがたいことでございます。いや、本当にね、正直こんなに増えると思ってませんでしたからね。うん。で、次は再生数ね、概要欄に、載ってる再生数見てみましょう。51773。51773ね。はい。なるほど、なるほど。だいたい登録者数、視聴回数、まあまあ同じぐらいのところでございますよね。でも一昔前のね、うちと比べるよりは全然多いですもんね。で、いう感じでございますね。なるほど。で、問題はここからですよ。うちのね、品質調査というのはね、クオリティオブライフじゃないですけど、バランスのところを見ますんで、まず動画の総本数ね、A は、298本ですね。ほうほうほう。だいたい週2、3更新ぐらいで来てる感じかな。まあ、動画の本数は、298。なるほど、なるほど。となりますね。で、MPF 値とかは、後から入るでしょ。あとは、ここですね。1位から5位までの、動画がね、どういう動画が人気なのかもね、ちょっとチェックするしがてら、ちょっと見てみましょうか。で、動画の並べ替えでね、でしょ、ちょっとこれ消させて、一回消させてもらって、人気順にしてみます。そうすると、一番多いのがね、これですね、廃止指名でクラス作ってみたよっていうやつで、あ、実は私もこの動画で知ったんですけどね、西日本編の方で、見させてもらったんですけどね、こんな、なんか、ちょっと面白いですね。はい。指名でね、確かに、ね、あの、名前っぽい方っているじゃないですか。私、あの、昔、知り合いで、鈴鹿さんって言いましたね。そういえば。とかね。山田もね、昔はあったんですよね。
九州にありましたし、あとは宇治山田市か、ね、三重県だと宇治山田市っていうのがね、ありましたけど、実は今山田市もなくなっちゃったんですよね。なんてことね、思い出しながら山田市出るかなと思ったら、あ、出た出たってね、それをね、見たりして、まあそれでね、知って、まあまあ、ちょっと、いわゆる、地理系で面白いものを作ってみたりとか、地理系のパズルをやったりとか、で、地理系だけじゃなくてね、あと数学系もね、結構強みたし、まあ多分、主さんは、理系の方なんだろうなっていうのと、あとはなんか線路図メーカーとかね、鉄道、路線図をね、いろいろ作るっていうようなやつもやってますね。これはいわゆる実在する鉄道ではなくて、私なんかも営利車なんかやってた時にね、よく都市を作ってね、ここの市は何市でとかって言ってね、マップを作ってなんてね、そういうようなのね、結構楽しんでました。営利車で言うとね、いや、4とか5とかね、よくやってました。今もね、実はシムトランスって言ってね、ゲームがあるんですけどね、あ、今裏動いてるな。こんな感じでね、都市を作って遊ぶゲームがあるんですよ。まあ、これは都市名が入ってますけどね、これ実は変えれるんですけどね。そう、こんな感じのゲームとかもあって、多分、このシムトランスとかも、趣向に合うんじゃないかなというところですけど、マインクラフトを使ってね、やったりとか、いろいろね、結構ソフトを使って、結構ね、本格的に、行き先表示のやつとかね、作ったりしてやってるんだなっていうので、で、自分のね、作った、いわゆる妄想鉄ってね、読み方したりするんですけど、業界用語的な妄想鉄で、いわゆる実際にある路線図にここにバイパスを作ったらなって、私がよくね言ってる四日市アスナロー鉄道を延伸して JR 四日市駅に持ってくって、で間に2駅ぐらい作って、で80メートル道路のところをぐるっとループする形に作ることによって閉塞とかのね、ところをねクリアするようなね、ところとか、そんなことを妄想して、ナローゲージの延伸を図ろうとかねいう感じ。まあそういう話ちょっとでかくなって陳情書作ろうみたいな話とかもね、実は陳情書というか正解書の方ね、西条の方面でねちょっといろいろと画策したりもね実はやったりするんで、まあまあまあドタバタしてるんですけど、まあそんなことはね緩和休大で置いといて、まあそういったような実在するねところではなくて、ここでねアップロードしているのはいわゆる、地名都市もね、自分の中でいわゆる、A 列車で行こうで都市を作ってっていうイメージ、まあただ A 列車で行こうやったことない人だと、シムシティとかが近いかな、そういうようなところとかが夢かな、いわゆるシミュレーションとか、いわゆる、都市発展行く、シミュレーションとか、そういったのを やったことがある人だと、ああ、なるほどなって共感できる、ところがいろいろあるやつですね。で、すごいのは、発車メロディーとかもね、音楽生成ソフトとか作ったって、本当にちゃんとしたメロディーのやつでね、作ってるからね、すごいなと、思います。動画のね、手の込みようはね、全然うちよりも混んでますよと。いうことでございますけど、アップロード済みのね、トップ5を言っていくんですね。一番上が6327ね。次が3671。結構アベレージ取ってますよね。26。で、その次が素数を数える。そこでもね、なかなか良かったですよ。素数なんですよ。ね、ココアちゃんになった気持ちになりますよね。で、素数を数えると落ち着くんだが、2868、2868。あ、こちらね。2868。で、4番目が、これか。軸層パズル、政令指定都市で、要は、区ですね。港区とか、中村区、中区、緑区、港区、昭和区、天白区、完全にもう今、名古屋になってましたけどね、パッと思いつく政令指定都市が名古屋だったんで、で、ジグソーパズル、そういうアプリがあるんですよ。見とったら、こんなんあるんやってね、これはこれでまたね、ちょっと面白そうなやつがあるなというのも知ったりできるんでね、いいですよね。で、2811。最後が、ジグソーパズルの大阪編。やっぱ都市とかね、そういったところのやつが伸びるんですよね。1698。これね、動画作りをする上でもね、一つ私が戦略に置いてることでもありますけど、まあ動画だけじゃなくて創作作品とかでもそう、つながることなんですけどね。いや、人が見たいなって思うものっていうもの、心を揺さぶるものっていうのは、二つのパターンがあって、驚愕を得られるもの、
いわゆる驚きを得られるもの、まあ有名なところだとホラー映画とかパニック映画とかゾンビ映画とかが、まあこの辺りとかに入ってくるし、一般の映画でも、わっとした驚きがあるね、ものをが入ってくるものと、もう一つ心を揺さぶるものとして共感ができるもの、いや共感と共感のバランスって呼んでるんですけど、この比率をどうするかというところで、基本的には共感がどんどん あるもの、驚きがあるものっていうのはガンと伸びる、伸びも早いし、その代わり、去るのも早い、っていう傾向があると、それに対して共感が得られるものっていうのは、そんなにすぐにね、ドーンとすぐに伸びてくるあれはなかなかないんですけど、あのじわりじわりとね、効いてくるものがありますよという、差があったりするんですけどね。で、まあうちのところはその中では共感を得られるものをね目指す。例えば YouTuber っていうのは、いわゆるトップでやられてる方っていうのはまさにこの共感をどんどんどん毎日、どん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 クリエイトしてる、ところがありますんで、これに今から追いつくのは無理なんで、37歳のおっさんが追いつくのは無理なんで、じゃあ共感を得られるものを作っていったら、いわゆる漬物をつけるって私よく戦略で言ってますけどね。皆さんが生鮮食品をガンガン売ってるんで、その間にうちは漬物をつけてますって言って、やってます。ますけど、そういう意味ではこういった共感を得られるものっていうのはロングセラーで、あの長く、入る傾向ができてくると思いますので、都市部でこういったものをね、あれするとまた出てくるんだろうなっていうのがあるんですけど、でこの辺りで出てきました FDK 値、まあ、17135ってことなんでね、なるほどなるほど、 なんとかうちがあれですね、メインでやってますよっていうメンツは一応保ててるどうかな。でただやっぱ平均は高いね、平均アベレージはもう全然うちより高いでしょ、でいう感じの、結果が出てきましたね。ってことで、本数とかね、このあたりはうちの方のがやっぱ多いのは多いですね。まあ数は本当に売ってますからね。今もまたゴールデンウィークに1日2本投稿ね、させてもらってますんで、だいぶまた数も増えましたからね。この辺りもあると思いますけど、結果的にやはり、だから数で言うと、うちのね、メインチャンネルをまあまあね、やっぱ、再生数を出しとるやないかと思ったんですけど、まあ見てみると、やっぱし平均数見てみると、やっぱ、アベレージはうちのね 111.173 ですから 1.5 倍以上ありますもんね。まあそうなってきますよね。で MPF 値もね、ほらもう全然うちの、他のチャンネルと比べても全然いいですよね、2.4。 ここはね数字が低い方がいいんで、あまたあの詳しく知りたい方は概要欄のね、あの詳しく説明してある動画あります、それを見てもらったらいいんですけど、 MPF 値、は、そうですね、かなり、低い、値になってきてますよね。やはりね、これが1を切れるように、ね、なってくるとね、あのチャンネル登録者数もね安定してくるのかなというところですけど、まあでもやっぱね、全然うちなんてちょっと前まで、ね、5を超えてたわけですからね、この数字が、これはあれですね、本数に対する登録者の増え方ですね。そうそうそう、ですから、1本あたりの動画でどれぐらい、登録者が増えてるのかなっていう、計算ですけど、ですからうちの場合でしたら、4.39本動画を出すと1人増えますよっていう計算になってますよってことです。サブチャンネルとかは11本出さないと1人増えないよっていう、もうさんさんなことになってますけどね。で、住川様のところは、まみちさんのところは、2.46 ですか、2.4 本出すことに1人増えてますよってことなんで、実は、やはり打率はちゃんと高いんですよね。このあたりがね、なるほどな、なるほどなっていうところでございますね。視聴回数が5万1000ですから、ちょっとした。まあ、ただこれは多分、リピーターさんが、再生率が高いっていうことですよね。なるほど、なるほど。ですから、あとは、新規事業開拓というか、認知度の上昇っていうところになってくるのかな、っていうことですね。なるほど、なるほど、っていう感じでございますね。で、このデータを、じゃあ、うちのね、品質検査のデータに当てはめるとどうなるのかってことですね。さあ、それではね、見ていきたいと思いますよ。で、まず登録者数は、100人超えてますので、これ1ポイントありますね。なるほど、なるほど。で、視聴回数は、5万1000だから、ここは1ポイントになってきます。
ですね。なるほど、なるほど、なるほど。で、動画の投稿本数は、100本超えてますが、これは2ポイント入ってきますね。で、MPF 値が、2は、これすみません、ちょっと、データの都合上、色と合わないんですけど、2より、未満、2以下だったら、2点なんで、ここは、2.4 なので1点の方になってきますね、ということですね。で、次が平均視聴率は173ね、高いです。ね、ですから、ね、これは2ポイント入りますよ。で、FDK 値は17はどうかな？これは10万から次のポイントでしたっけ？そうですね。FDK 値は、1ポイントと。1ポイントとなってきますので、そうしますと総ポイントが8ポイントということなんで、8ポイントだとなんだ、おお G ですね、総ポイント8ポイント獲得ということで、クラス G クラスとなりました。いやー、うちのチャンネルで言ったら G って言ったら一緒か、メインチャンネルとね、一緒の、格付けになってまいりましたね。 G クラスで、調査日は、5月の8日と、いう形になってまいりますね。なるほど、なるほど、なるほどと、まあ、なるほど、こういう感じでね、できてくるわけでございますね。で、向上、ポイント、ということで、検査書をね、ちょっと概要とかをね、入力していこうと思いますよ。で、チャンネル概要としては、説明のところにね、ご自身でね、書かれてるやつにも書いてますね。地理とマインクラフト、鉄道路線、駅メロ作曲、数学、RPG、アツクルーのやつもやってるんですね。ということで、まあね、自分のね、好きなところをね、趣味を生かしてやってますよっていう感じでね、なるほど、なるほどなぁと、いうことでございますね。で、チャンネルですか、これ難しいのは、ジャンルはどうするかですね。どうだろう、まあ、一応総合にしときましょうか。この方がいいかな、いろいろ複数やってますからね、専門チャンネルではないですからね。では、総合チャンネルという扱いで行ってみまして、で、そうしますと、よいしょ。ね、入りましたね、総合で、チャンネル概要は、こういうのコピペって読んじゃダメなんですよ。こういうのコピペって言っちゃダメですからね。日本の、地理。で、まあ、改善提案といったところになってくると、どうかなというところが、まあ多分認知度の上昇がまず大事になってくるのかなっていうところと、あれですね、いっそのことのアプリ系の関係のやつ、このジグソーパズルとかこの辺りとかですよね、は1分以内の動画が多いんですよね。もうなんかでしたらね、逆に編集は結構横にいろいろ入れて、要は縦割りの、スマホの画面のやつをに横にいろんな解説をパーパーパーと入れるような形で編集をねされてるんですけど、もう逆に縦割りでね、やってしまって、ショート動画っていうジャンルが今出来上がってますから、ショート動画っていう形にしてしまって、上げて、スマホの方のアプリからの、いわゆるスマホの方専用の、ね、方で、見れるようなところからアプローチをかけてみたりとか、ね、やってみるのも面白いのかなというふうに思いました。あれの方が多分編集は多分楽になると思いますしね。なるほどなと、うん、縦横比の設定とかは多分、これは編集ソフトは何使ってるだろうな、パワーディレクターかちょっとアドビーかちょっとパッと判断がつかないんですけど、まあどちらにしろですね、縦横比の構成を変えれるやつが簡単に変えれますんでね、それでも縦動画で編集をしてしまって、ショーツ動画の方で、一つ認知度を向上を図るっていうのも手かなと思いましたね。まあ、今後まだ、でも今やってるマップスターは、横画面なんですよね。ですから、まだこの辺りちょっと事情が変わってくるかなとは思うんですけどね。うん、
まあでもね、いろいろね、やられてるんで、いわゆる地理系とかね、そういったのが好きな方とかね、いわゆる、A 列車で行こうとか、好きな方とかに、アプローチをかけていけると、より行けるんじゃないかなと思います。サムネイルとかもよっぽどうちよりわかりやすいですからね。サムネイルはどうかな？でもうちと同じあれ使ってそうな感じもありますけどね。Google の出してる、スプレッドシートとか。あ、でもこれは多分パワポだな。パワーポイントの方だな。多分マイクロソフトのパワポの方で作ってるな。エッジとかの切り取りの仕方の感じが、これ、実は、やっぱパワポの方が細かいところできますからね。まあ、ただ、お値段がそれで私導入する気がないだけでございますけど、そういうとこ聞き取っとるから、いつまで経ってもチャンネル登録者数が伸びやんのや、そういうお前のね、スターステールチャンネルはってね、言われそうですけどね、まあ、それはね、痛感してますけど、まあ、そこはコスパ重視で、うちはやっててますんで。ご容赦いただければと思います。何じゃかんやと30分ぐらい収録しましたね。ということで最後にちょっと書いて終わろうかな。さあ、ということでね、品質保証センターからのね、提案作ってみましたよということですね。まずは、ね、投稿ジャンルバリエーションがあるんですけど、それでもね、平均使用率2ポイント獲得をしておりますよということで、実はこれはね、なかなか、すごく大変なことなんですよ。実はね、YouTube、特に若い方ね、やっぱ聞いてると、もう、やっぱそのジャンルしか見たくないから、他のやつはもう、切っちゃうんですよね。要は、切っても、他にいくらでも見たい番組あるからっていうことで、そうすると、いわゆるジャンル特化型がやはり強くなるっていう傾向があるんですよ。そんな中で、こういったちょっと、複数のやつを出してると、まあ、うちのチャンネルなんかでもよく言われるんですけど、いわゆるジャンルの、その強み特化、どこに特化しているのかがわからない、から、そうすると、いわゆる一番になれないとか、まあ、そういった いわゆる見られる動画にならないよって、よくね、そういうのがあるんです、言われるんですけど、まあ、その中で平均視聴率を、実は、なんやかんや、このうちのね、チャンネルよりも高い数字を、維持してますよと、いうことですね。特にトップのね、動画が、うちのところと比較してみると、うちはね、一応一番上行ってるのが1万2000再生行ってるね、やつがありますけど、ね、ですから倍ぐらいね、持ってる動画があるんですけど、ね、平均視聴数だと、3分の2以下、ね、半数近くまでね、下がってしまう、ような形になってますから。ってことは相当これ、動画のアベレージ持ってるってことなんで、実は固定のお客さんしっかり持ててるっていう、見方もできるんですよね。で、いうことでございます。ですから、まあ、そのあたりでね、いわゆる、ジャンルがいろいろ分かれてるんでさ、そのジャンルのやつを見てもらうために、その、いわゆる、地理系と、ここでしたらね、地理系、マインクラフトも、のお客さんもね、取り込みができる。で、鉄道路線の場合は、いわゆる妄想鉄って言われるところからね、行きますし、まあ、駅目の前作ってますから、こんな感じで、だいぶ行けるでしょう。で、結構作り込みもできてますから、多分、このあたりで行けるでしょう。で、数学の場合は数学、教育とかジャンルとかがつけれるんですよね。で、そのあたりを、概要欄でね、今回の動画はこういうジャンルこのやつでやってますよとかっていうのを書き込むと、要はそのテキストデータが AI に、反映がされますんで、そうすると今度、他のね動画を検索した時に、同じ、キーワードを使っている関連動画として上がってきやすくなるとか、いうのがありますんで、これはね、サムネイルをいじるよりも AI の反映っていう意味ではテキスト、概要欄のテキストをいじるっていうのが一番いいみたい。タグはあまり効果がないっていう話が出てますんで、こっちの方のが効果があるのかなと思います。で、継続投稿に、あとはね、継続投稿、まあもうずっとね、されてますんでね、あれです。まあ週2回か週3回更新で、ずっとされてますから、週2回更新かな、ね、ずっとね、来てますので、まあこれでね、ずっと、地道な認知度向上っていうのが、まあ重要になってくるのかなというところですね。この点のやつってはね、一定のその、インフルエンサーさんみたいな感じのね、方がポンと入ってくるとパッとね、それでこのジャンルでこんな面白いになるでっていう風に広まって、そのジャンルの好きな人がポンと集まってきやすいんで、最初のねきっかけ作りっていうところも重要になってくるのかなと思います。で、そのためにはもうね地道にやっとくしかないですよね。で、どれかが
引っかかるようになってくるっていうので、まあ、で引っかかりやすくするための要は、釣り糸を垂らすで いっぱい竿を垂らすのとその竿にどれだけ餌をつけるかっていうであとは確率論っていうところになってくるます。まあというか確率論の話は私全然数学ができないんでね、あの多分、この、住川さんの方がねよっぽど数学の確率論とか詳しいと思いますんで、あんま釈迦に説法を解くようなことになっちゃうんであまり私は言いませんけどというような感じで いくのがいいのかなと思いますね。で、あとはまあ短期的にね、パッとあのその認知度向上に役立つのであれば、いわゆるアプリゲームの投稿とかそういうようなやつの時に縦画面でしてね、またショーツって調べたら、ね、いろいろなショーツの動画のね見方もありますよ。簡単に言っとくと1分以内で、9対16、要は縦長の、比率の9対16の動画、1分以内の動画で、で概要欄もしくはタイトルに、このねハッシュタグショーツって、つけて投稿するとショート動画として AI 認識、ジャンル認識がされますよと。そうすると、YouTube のアプリ、Android とか、スマホ用のねアプリで開くとショーツのジャンルっていうのがありまして、そのショーツ動画というところに優先的に、動画が再生されますよってなってます。実際うちのところで 1.2 万再生いってる動画っていうのもこれですね。ショーツ動画で、ちょっと、パッと拾われた、なんかコメントとかが入ったら、それで AI がねあの、それなりに認知度がある動画みたいに判断したみたいでポンと急に、1万再生入りましたからね。本当、ものの1日、15時間とかそれぐらいの話でしたね。伸び始めてからポンと1万再生いったのね、っていうのがありますんで、ショーツ動画あのここ要はあのいわゆる非営利と言いますかね、いわゆる収益性がないんですよ。ショーツ動画の場合は収益はつきませんっていう風に、なってしまってるんで、それゆえに意外と大手さんがそこまで力を入れていないっていうところで、逆に言うと相対的に、上がってきやすいんで、ですから、ショーツ動画で、ある程度、そのジャンルを絞ゲームのやつですよっていうので、アピールをしていくっていうような感じで、あとは地理系のやつですよっていうのをアピールする形で、いわゆる地理好き、ね、地形好きで、そういった、鉄道好きの、方が、を確実に獲得していけば、かも1000人とかも全然来ますよっていうね、多分、1万人とかね、それぐらいまではポンポンといけるんじゃないかなと、踏んでおりますのでね、こんなような感じでとりあえず作らせていただきました。スターステール品質検査書を完成しましたよという感じでございます。まあ最初なんでね、今回ガッツリやらせてもらいましたけど、多分ね量が増えてきたらだんだん、もう途中で喋らずにね、最初に入力したデータでねもうあの話をしていくと思いますけど、今回はね最初なんでね、いろんな、イントロダクションでね、あのこれからねなんかの何々連盟入りたいよってなる方にもあの参考になるようにちょっと丁寧めに、させてもらいましたよという形でございます。ということで、そのあたりねご容赦いただければと思います。ということで、こんな感じで出来上がりました。また PDF データにしてなんか、ツイッターかなんかありましたら、送っときますので、またあの何かしらでご連絡をいただければと思います。とりあえず、住川まみち様、チャンネルは、8ポイント獲得、Gクラスでしたということですね。ということで、こんな感じでね、今回は、締めさせていただこうと思います。またね、ご興味ございます方がございましたら、うちのチャンネルのトップのね、ところで動画、リンク貼ってあります。そちらの方で、いろいろ、コメントとかで、ね、ポンと書き込んでもらったら、もうすぐにパッと、うちのチャンネル対応させていただきますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、この動画これくらいで締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。